中山平温泉観光協会会長の菊池昌司です。スノーランタンフェスタ in 中山平2014年2月1日に行われます。蜜ろうそく作りが中山平コミュニティセンターで、オブジェ作りがシントロの湯隣接グランドで行われます。蜜ろうそく作りは山形県から安藤さんを講師に迎えて、蜜ろうそくでろうそくを作っていただきます。やっぱり蜜ろうそくの柔らかい光が楽しめるイベントとなっております。スノーランタンの方は雪で実際にそのろうそくを灯すオブジェを作ります。そういったイベントです。中山平温泉は本当にこの通り豪雪地帯で、毎年本当に雪でみんな「いや大変だね」ってやってたんですけれども、それを逆にその雪を利用して地域みんなで雪の祭りみたいなことをしたいなっていうことで始まったのがこのイベントです。やっぱり旅館さんで老朽化したところに震災だったんで取り壊しになったところもありますし、それで営業がなくなったっていうことで、浜の方からの方もだいぶやっぱり減りまして、そういう影響が出ております。今回で第9回目です。それで2011年の年もやりましたし、ずっと継続して、震災後もやっております。中山寺温泉は温泉の泉質も豊富ですし、その中で雪のそのこういうイベントっていうのも本当に白と黒の世界の中に本当にろうそくの明かりが、本当にオレンジの明かりが灯されると本当に幻想的な世界になりますので、ぜひ皆さん見に来てください。でついでにでお風呂とか入りながら温まっていってください。本当に中山平温泉は皆さん来るのを本当に心待ちにしておりますので、よろしくお願いいたします。